関係者席でゆったり見られると思ったらマジ甘い。サプライズでラップの質なんて俺には荷が重い。横浜アリーナすげえ遠いな。これがなけれ休みなのにな。14時入りでリハやらされて楽屋に一人ぼっち。今まで言いたいことはまだまだあるぜ、好きな芸人若林なんて名も7年前の話。ミワの前の一押し又吉向井中へ、又吉向井中へ。今はサンシャイン池崎だけど俺は絶対諦めない。再び帰り咲き若林。花は地に行く季節はめぐるなりだ。落ち着くここで落ちる。これ以上そばにいないサンシャイン池崎だけど、どこユリアンレトリーバーもさよなら。ちょっと前は小宮、ことがなんだぜ。間違いじゃないよね。間違いなのかもしれない。だけどもう伝えられない。伝えてこいよ。こんなにも好きなのに。好きなはずないよ。だって聞いたよオールナイト。もう聞いてないと。オールナイトメイトだったのは過去。今の気持ちはミューズノート。ミワを再度戻すリトルデュース。長谷川育みたくタイムリープ。坂口健太郎と M ステで手と手合わせてんの見て目がて。焼いちゃってんじゃないのって言われて焼きチョコベイク食ってごまかして。だって俺はとってもシャイニー。緊張するぜ1万2000人。ライブのゲストは一発勝負。ストレスフリースタイル。失敗したら目黒川にスプラッシュ。天に召しますパトラッシュ。散りゆく季節はめぐる涙。落ちつくここで落ちる。いつかの恋で見て今から言うぜ。ミワのファンの気持ち。次するからもう坂口恥若林。坂口恥若林。何の声も抱きしめるのでも坂口恥若林。何の願いも昨日からも間にストリバー坂口はじ若林間にスコリバ。思いの果ては空の彼方へ。アキラ 100% はどうなんだ。前髪パッツン頭プッツン。プライズでオードリー若林さん来てくれました。どうもこんにちは。こんなに明るかったんですね。あ、そうか。どうでした。今日は MC 若として来てくださいました、はい、MC 若です。いやすごくない。すごかったですか。みんな今まで寝てたのっていうぐらいのこの盛り上がり、全部持ってったじゃん。いやいやそんなことないですよ。やっぱすごいですね天下のオードリーさん。いやとんでもない。いやこの人がちょっとおかしくて今日ちょっと見に来れるかもってなったら来るならラップで出てよって言われたんですよ。あの実際ロイヤルボックスそこ一席空席できてます。いやだからさっきさよならをやってんのは見ててみんなミワさんのファンがもう聞き込んでたから俺この後ラップで出てくるの大丈夫かなと思ってみんなすごい聞き込んでたから怖くてでリハでサングラスしてなかったから出てくる時よく分かんなかったし暗くて見えない。暗くて全然見えないし今日ね、2時に来てくださって。いや、2時からリハやってたんですよ。ありがとうございます。いや、
それでラップで出てよって言われて、で歌詞前のでいいんだよねって言ったんですよね。そしたら言い方がずるいんですよ。新しい方がお客さんは喜ぶかもねって言うんですよ。もう作んなきゃいけないでしょ、そうなったら。え、よかったよね。ありがとうございます。いや、皆さんがね、拍手してくれたら嬉しいですけど。